どうもこんばんは、あおさんの休日のあおさんです。先日動画でもあげましたが、三重県にある青川峡キャンピングパークにキャンプをしに行った帰りのお話なのですが、車で走っていたらとても目を引く養魚場を見つけました。行かないと後悔するかなと思って、しばらくしてから迂回してそちらの養魚場に行ってきました。まさかメダカまでたくさんいるとは思ってなかったのですが、見ているうちにとても欲しくなってしまったので、発泡スチロールのビオトープに新しいメダカを導入します。前から欲しかったラメラメのメダカです。初めて聞く名前の珍しいメダカかなと思います。今からご紹介しますので、ぜひ最後までご視聴ください。今回購入してきた水草はこちらのホテイソウと呼ばれる浮き草です。太陽光じゃないと育てるのが難しいみたいなんですけど、ビオトープであれば簡単に育てられると思って購入しました。1個100円でした。超安いですよね。すごい。存在感がすごいですね。うまく育ってくれることを祈って投入しました。買ってきたメダカはこちらの
セイガと呼ばれる品種のメダカです。かなりラメが入ってミユキっぽいんですかね、青ラメっていうメダカにもかなり似ていると言われたんですけども、こいつを水浴びして導入していきたいと思います。水槽の周りにある小さい緑のもの、これ青木草ですよね。青木草ね、すごい簡単にたくさん増えるんで困るのでちょっと除去します。それではだいたい1時間ぐらい経ちましたので、このまま中の水と一緒に導入していきたいと思います。
かがだったでしょうか。種類の違うメダカをたくさん入れすぎてしまったかなと少し反省はしておりますが、これから生まれてくるであろう稚魚に出会える日が今からとても楽しみです。アオラメとも非常に迷いましたが、今回セイガを導入しました。これからしばらくは新しいメダカを追加するのは控えようと思っています。いや、アオラメはもしかしたら買いに行くかもしれません。これからしばらくは暑い日が続きますので、また変化と起こりましたら動画内でお伝えしていこうと思っております。この動画良ければ高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。あおさんの休日でした。ご視聴ありがとうございました。